三江線、三高線は、かつて、島根県豪津市の豪津駅から、広島県三次市の三次駅までを結んでいた、西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、地方交通線である。2015年、平成27年に全通40周年を記念して、三江線改良利用促進規制同盟会、三江線活性化協議会による公募で決定した。 河野ノ鉄道の愛称があった。2018年、平成30年3月31日をもって旅客営業を終了し、翌4月1日付で全線廃止となった鉄道事業法に基づく廃止届に記載された廃止日は同年4月1日。JR 発足後、国鉄時代を含め路線距離が 100km を超える鉄道路線の全線廃止は本州では 初の事例となった。三次駅と交通駅を結ぶため、両駅の頭文字を取って、三つ線と命名された。中国地方切手の大河川で古くから水運交通に利用されていた河野川に沿い、交通駅三次駅間を結ぶ、音量連絡路線として、1930年代から長い期間をかけて建設されたが、全通は極めて遅い1975年、昭和50年で、 すでに地域間移動は道路利用主体に移行していた。三重線は浜原ダムを回避する沢谷駅付近を除くと北方が頂点となる辺の地上に流れる郷の川に沿って狭い平地を縫うように建設された。そのため大きく迂回するルート全長 108km だが直線距離なら 60km 足らずであるとなり、両都市間の短絡路としては機能していない。 また、拠点都市間ルートとしても、島根県東部の主要都市である、出雲市、松江方面、西部の主要都市である、浜田方面と、広島県との連絡にはいずれも迂回路となってしまい、温苗連絡路線としての機能を果たせるものでは、なかったという指摘がある。なお、三江線は民営化後も、たびたび自然災害による普通に見舞われたものの、その都度全線が復旧されていた。 詳しくは後日、三次駅を除き JR 西日本米子支社、浜田鉄道部の管轄であった。三次駅は同広島支社三次鉄道部の管轄であり、折り場内信号機が米子支社との境界となっていた。国鉄時代から2001年3月31日までは、口場駅三次駅間を広島鉄道管理局、広島支社が管轄していた。二0十六年、 平成28年2月4日、ヨナゴ子シ社によって、ラインカラー、路線記号の導入が発表され、同月中より順次導入された。ラインカラーは、ゴーノカーの色をイメージする、水色、記号は F。2017年、平成29年度の平均通過人員は163人、日であった。路線廃止が決定したことに伴う需要の拡大の、結果、前年度より、 倍増しに2000年、平成12年頃の数値まで回復した。なお、1987年度以降の、各年度の平均通過人員の推移は、以下の通り。三重線は、部分開通していた当時から、利用状況はかんばしくなかった。全通前の1968年、昭和43年に、国鉄諮問委員会が廃止すべき路線として、 提出した赤字83線に参考南、北線ともにリストアップされている。1975年、昭和50年の全通後も、モータリゼーションの影響を受けて、優等列車の定期運転が行われず、全通前、全通後を通して、通学利用など地域住民のローカルな移動需要を中心に推移してきた。たびたび廃線が話題に上り、1987年、 昭和62年の国鉄民営化の際にも廃止対象路線となっていたが、大体道路未整備として外されている。利用者数の減少の要因としては、沿線人口の減少、少子高齢化、マイカー利用の拡大などがある。また通学利用についても、利便性の高いスクールバスが、中山間地域から通学する子供を持つ保護者らは、支持されていた状況があり、 沿線のスクールバスの運行本数や運行区間が年々拡大するとともに参考線の利用者は減少の一途をたどっていた。2008年平成20年度の1日平均利用客は前年比12%減の全区間合計で約370人 JR 西日本与那誤社によるに過ぎなかった。2008年度の数字では三重線の輸送密度 平均通過数量は83人、日であり、JR の全路線中、東日本旅客鉄道、JR 東日本の岩泉線、49人、日の次に少ない値であった。岩泉線が廃止となった2014年4月以後、2012年度の輸送密度をもとにすると、三浦線は JR の運行中の路線で最下位となっていた。2010年、 平成22年4月には JR 西日本の社長が会見において赤字ローカル線のバス転換を打ち出すという発言をすることもあったどの路線とは言及していないがついに2015年平成27年10月16日に廃止に向けての検討を開始したことを広島島根両県に伝えたことが報じられた中国新聞では2017年度の廃止を 想定していると見られると報じられた。2016年、平成28年9月1日、JR 西日本は、三江線改良利用促進規制同盟会の会議で、国土交通省に対して9月末までに廃止を届け出ると表明した。2012年度に行われた増便実験では、バス運行により、鉄道と合わせて通常ダイヤの1.7倍から2倍の、 運行本数を実施したものの、乗客増は2割程度に止まったことが明らかとなっており、増便は収益増につながらないと結論付けられた。JR 西日本は平成26年度の輸送密度は1日あたり50人と、会社発足時の約9分の1にまで落ち込んでおり、また平成18年、25年と2度にわたり、大規模災害による長期間運休を余儀なくされ、 激人化する災害リスクの高まりも看過できない状況から廃止を決意した。2016年9月23日、沿線自治体などで組織する密重線改良利用促進規制同盟会の臨時総会が開催され、その結果、第3セクターなどでの存続案では財政負担が重くなることなどを考慮して、同線の廃止経営を決定した。しかし、 翌2017年9月末での廃止に対しては、沿線自治体則から、代替交通手段のバス路線の計画策定には1年半程度必要として、廃止時期の延期を求める要望が出された。JR 西日本は、 沿線自治体との会合を経て代替バス路線の計画策定のための廃止時期延期の要望を受け入れ2018年平成30年3月末での廃止を判断し2016年9月30日に JR 西日本が廃止日を2184月1日とする廃止届を国土交通省中国運輸局に提出した。廃線後の鉄道施設について JR 西日本は沿線自治体に無償譲渡を決めた。それを受けて、島根県一市三町は、駅舎などを再活用する方針であるが、維持管理の負担から、広島県二市は譲り受けに慎重でり、住民との意見交換会を踏まえて検討する姿勢を示している。代替交通についても、2017年、平成29年5月31日に、 広島合同庁舎で中国運輸局と沿線六市町で作る三越線代替交通確保調整協議会が行われ、その結果中国運輸局が提示した代替交通の運行イメージ、回数の承認がなされた。また、同年6月2日に広島県三次、庁舎三次市で開催された広島、島根両県と沿線六市町などが 沿線地域公共交通を議論す。協議会で2023年3月までの地域交通の指針となる計画骨子案が提示された。2017年秋頃から廃線を前に最後の記念として乗車する利用客が増え、特に週末には2両編成の列車が通勤ラッシュのような混雑となっていた。2017年12月10日には、 ありがとう三重線記念入場券セットが発生。セット限定で、三次駅、五大津駅、浜田駅で発売された。発売期間は2018年3月31日までの予定であったが、完売時点で発売を終了した。なお、廃線前に多くの鉄道ファンや観光客が訪れていたところ、2018年1月の大雪により、 線路への倒木が100カ所以上で発生した。1月11日から、浜原駅と三次駅の間で、1月12日からは、豪津駅と浜原駅の間で、当分の間運転が取り留めとなった。これ以外の区間でも運転を取りやめる列車が一部に出たが、1月16日に、豪津駅と岩見川本駅の間での運転が再開された。 さらに2月2日の始発列車から岩見川本駅と浜原駅の間、2月22日の始発列車から、口場駅と三次駅の間、2月24日の始発列車から、浜原駅と口場駅の間で運行が再開され、これにより全線で運転が再開された。2018年2月24日には、JR 西日本グループの日本旅行による企画で、 サロンカー何和に,による団体臨時列車が大阪駅から浜田駅までサロンカー号の川カワとして運行され、これに接続して三重線内の臨時列車が運行された。同年3月3日に廃止後の代替バスの再編計画が認定され、後日のバス路線が確定した。3月17日のダイヤ改正により、三重線の列車はすべて臨時列車扱い。 列車番号が 9000D 番台となり、廃止を控えて利用者が増えたため、全線を通して運行される列車が1、往復増便された。すべての列車が2両以上で運行されるようになり、本来の浜田鉄道部のキハ120型だけでは、車両が不足したため、木スキ鉄道部や下関総合車両所、新山口支所のキハ120型も応援に入った。そして、 3月31日の最終列車をもって運行を終え、廃止当日を迎えた。三重線は外洋の不死で前述したように、河野川に沿って蛇行する線形になっていて、線形が人の流動に即していなかったことや、沿線の集落が河野川の対岸にある地域もあることから、代替バスは豪津三島を直通する系統や島根県内、 広島県内の全駅を全てカバーするバス路線は設定されず、既存路線を含めて18路線に系統が細分化された。各駅を補っている主な路線は下記に挙げた通りになるが、2018年4月、現在は主に、大津川本線、川本美里線、久木線の3路線の乗り継ぎが、鉄路直通に相当する路線として運用されている。 レフネムイコール RAILF.jp スラッシュ NEWS スラッシュ2018スラッシュ04スラッシュ03スラッシュ130000レフ。道路が境いでバスの乗り入れができない駅ではデマンドタクシーが代替交通機関として別途設定された。デマンドタクシーが代替バスの最寄りの停留所まで運行されバスと接続する形となっている。 河野川に沿って走行し、全線の中で河野川を7回渡っていた。そのうち、日本鉄道建設公団が高規格で、直線的に建設した浜原駅、口場駅間、1975年開通区間には3回あった。河野川は、渦井駅付近から作木口駅南方にかけて遡る区間で、左岸、南西側の島根県、大南町と、右岸、 北東側の広島県、三次市の県境になっており、駅の前後で左岸に渡る橋がある。伊賀和市駅は、島根県に挟まれた広島県内の駅となっていた。渦駅は山に挟まれた山間部分にトンネルとトンネルをつなぐ形で架けられた、高架上、地上を20メートルに、ホームがあるという特異な構造であり、ホームが、日本一高い場所にある駅として紹介されるとがあった。 三重江線では、並走する郷の川の堤防を横切って走っていた、ところが数箇所あった。郷の川が増水した時、そこから住宅街などに、河川の水が流れ込み浸水する恐れがあったため、国土交通省浜田河川国道事務所が管理する、立港が5箇所、島根県が管理する立港が3箇所に設置された。立港とは、線路を巨大な水門で締め切ることで浸水を防ぐ。 設備である。水防待機の際には、三越線の線路閉鎖を行い、国土交通省職員もしくは、浜田鉄道部の職員が、立行の操作を行っていた。立行は、車窓から見ることができた。廃線後には、ほとんどの箇所で、閉鎖作業が行われた。普通列車のみの運転で、2018年、平成30年3月17日改正時点では、 全線通し列車が3往復、うち1往復は、山陰本線浜田駅発着あったほか、三次発岩見、川本行き、岩見川本発豪津行きが、各一本、豪津駅浜原駅間に1往復、浜原駅三次駅間に1往復の区間、運転列車があり、5時間以上運行されない、時間帯があった。全列車で、ワンマン運転を実施していた。午前中の上り、 午後の下り列車は、派生駅を通過していた、時間帯は、同駅基準。2018年4月の廃線を控え、三次駅交通駅間前線を乗り通せる上り2本目の三時十時2分発、岩見川本駅に乗客が集中していたことから、廃止2週間前に行われた2018年3月17日の、ダイヤ改正で、三次駅口場駅間と浜原駅。 豪ー駅間の区間列車各1往復を結び、三次駅、豪ー駅間直通とすることで、三次駅、豪ー駅間を当日中に乗り通せる列車が、途中の駅で乗り継ぎとなるものを含めて3往復ら4往復に増やされた。なお、このうちゴー12時34分発の三次駅は、時刻表では、マスダ発とされているが、実際には、浜田乗り換えであることが、 JR 西日本のウェブページで告知されている。また最終日の浜田機は、浜田からは、貸し切りで一部の乗客は、豪津駅まで、無停車でそのまま利用できた。3時10時2分発の 424D は、岩見川本止まりであったが、運用上は、豪津駅となっていた。これは、岩見川本駅を出ると、豪津駅まで交換駅がなく、対向列車二十五 d が、 岩見川本駅に到着する13時43分魔女時間待っていたためで、岩見川本駅に到着後は乗客をすべて降ろし、エンジンが切られ施錠されて、ホームに退白。その間、運転士は、駅構内の詰め所で休憩した後に、岩見川本13時45分発号追通二 26D となった、時刻は2017年3月4日改正のもの。なお、この列車は二千六年、 平成18年の豪雨災害前は土曜日は浜原駅で午後に浜原発豪雨通行きとして運行されていた。最終列車は豪雨通発、三時発とも19時台であったが、以前は20時台や21時台に設定があった。1980年昭和55年10月1日改正では豪雨通駅浜原駅間の始発が朝5時にあり、 夜に一往復、岩見川本駅折り返しが設定されていた。そして、1987年、昭和62年4月1日時点では、交通駅浜原駅間の朝4.5時台の列車が、平日、土曜日のみ、夜の岩見川本駅折り返しは平日のみであった。車両の夜間対白は、浜田鉄道部、鉄道部交通駅間に毎日回送列車があると、 浜原駅、2本、3時、駅、1本で行っていた。かつての三高南線は、経費節約のためスタッフ閉塞が用いられており、線内を1本の列車が単純に往復するだけという運行形態だった、スタッフ閉塞を行っている区間では、その区間内に1本の列車しか入ることができない。この運行形態は、三井線前通後もしばらく続けられ、 1978年、昭和53年に三高線が CTC 化されるまで旧三高南線の三次駅、口場駅間とそれ、伊北都で運転系統が完全に分断されていた。1978年、昭和53年から1989年、平成元年頃までの間、下記に、山陰本線、並子駅広島駅、 1986.87年度は三次駅、間に当選経由で、快速、並子ビーチが運転された。主に三次地区の利用者が、並子駅付近の海水浴場に出かけることを目的とした列車だったため、口場駅三次駅間は各駅に、警備線三次駅広島駅間は、主要駅に停車したのに対し、交通駅口場駅間は、無停車、一部駅の運転停車を除くという、 特徴的な停車パターンであった。また、1986年、昭和61年は、ゴ津駅も、通貨扱いだった。1988年、昭和63年から1994年、平成6年まで、臨時列車ではあるが、浜田駅広島駅間を、山陰本線、三重線、芸備線経由で運行する急行、ゴの川、浜田駅三次駅間は、 快速扱いが運行され、気候作家の宮脇俊三は、三重線全通の前に、新幹線連絡列車として、浜田駅岡山駅間を、山陰本線、三重線、芸備線、福沿線、山陽本線経由で運行する急行、豪川を構想し、ダイヤを作成したが、実際には急行どころか、全通後しばらくは、全線を直通する列車すらなかった。 最長片道切符の旅に、期日あり、河野川の運行により、ルートは違うものの宮脇の構想が、結果的に現実化し形となった。1992年、平成4年11月20日から23日には、臨時快速として、交津駅岩見川元駅、最終日のみ、口場駅間に、蒸気機関車、C56160 慶印の、 s l 号の川が運転されたことがある。三重線 SL 実行委員会が参考千沿線の自然の素晴らしさと、拡張村観光の PR のために企画した列車で、最高日にディーゼル機関車で重計が連結されたこともあった。その後の年も何度か運行されたが、1997年、平成9年の秋を最後に運転されていない。毎年三次市で行われる三次。 市民のうりょうげひまつりでは、花火の打ち上げ会場に近い網来川橋梁で長時間停車し、花火を鑑賞する花火鑑賞列車が毎年運転されていた。しかし2011年、平成23年以降は運転されず、廃線を迎えた。2013年、平成25年3月10日、6月29日、2015年、 平成27年10月17日に地元有志らによって三次駅浜原駅間で臨時イベント列車が運転された。これは車内に畳を敷いた簡易、お座敷仕様に加え、ボックス席を車高カー店で仕切った簡易行為室を設け、コスプレイベントを開催するというものだった。2015年平成27年8月30日に、 三越線の全通40周年を記念して、交通駅三次駅間で運転された。この列車には、キハ126系、岩見神楽ラッピング編成が使用され、浜原駅ではキハ120系の神楽ラッピング編成を使用した定期列車との列車交換が設定された。また、浜原駅周辺で様々な記念行事が行われた。廃止時点では、基本的に、 浜田鉄道部のキハ120系機動車による単行、一両編成での運転であったが、2016年、平成28年7月20日修正ダイヤ、基本は2016年3月26日ダイヤでは、合成機発の始発列車、423D3 次駅、と、その3次駅折り返し列車、424D 岩見、 川本行き4 2 6 d e 追2行が2両編成での運転となっていた。その後、廃止が近づいて、さらに乗客数が増加したことで、2017年12月より、この3本の列車型客機を中心に3両編成で運転されることもあった。廃止直前は前期の列車以外でも2両編成に増結が行われ、本来の車両だけでは車両が不足したため、 木スキ鉄道部や下関総合車両所、新山口支所のキハ120型も応援に入った。キハ120型は、1994年、平成6年6月1日から運用を開始した。かつては三考北線では、米子機関湖浜田文庫の蒸気機関車が使用されており、当初は500系、続いて1070型に変わった。1934年、 昭和9年11月8日日波4万系2両で岩見豪津岩見川本間の運行を開始。1939年、昭和14年から C12 型も使用された。戦後は C12 系5両で旅客、混合列車を運転していたが1957年、昭和32年3月からは旅客列車はディーゼルカーに置き割り、1959年、 昭和34年より C56 型が貨物列車に使用された。貨物列車は1974年、昭和49年11月30日限りで DD16 系ディーゼル機関車に変わった。三高南線は開業時はキハ20系2両により運行された。1984年頃は基本は2両編成で浜田機関区。 現在の浜田鉄道部所属のキハ47型、キハ40系、キハ45系、キハ23型が中心となり、口場マイナス3時間、直通の一部は三時運転区のキハ47型、キハ40系、キハ45系、キハ23型が運用されていた。JR カゴは、キハ120型が導入されるまではキハ40型による単行でワンマン運転を行っていた。 三江線は、山間部を川沿いに通っており、何度か豪雨による災害のため長期不通になっている。1972年、昭和47年7月11日、昭和47年7月豪雨による災害で3、江北線若塚駅浜原駅間が1974年、昭和49年12月28日まで不通になった。 この間の1972年秋頃、損傷した民津川駅かすぶち駅間の橋梁の民津川側に、のいかり乗降場を設けて、都線連絡した。1983年、昭和58年7月23日から9月11日にも、集中豪雨で不通になった。2006年、平成18年7月19日、豪雨の影響により、 沿線38カ所で土砂崩れが発生し、全線が運休となり、23日からバスとジャンボタクシーによる代替輸送を開始した。同年10月12日に復旧工事が始まり、12月15日に浜原駅三次駅間が復旧して運転を再開。翌2007年、平成19年6月16日に交津駅浜原駅間が復旧し、 全線で運転を再開した。復旧費用はおよそ15億円であった。2013年、平成25年8月1日の豪雨による土砂流入のため11日まで、岩見川本駅浜原駅間が普通となり、タクシーで代替輸送していたが、同月24日には、再度の豪雨により、島根県川本町元原にある原川橋梁の一部の橋脚が流出するなど、 計72箇所に被害が及び全線が不通となった。2013年9月1日には、浜原駅三次駅間が復旧。残る豪津駅浜原駅間は2014年、平成26年7月19日に復旧した。復旧の当日、岩見川本駅や豪津駅及び三次駅にてセレモニーを開催した。復旧費用はおよそ10億8千万円であった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。